昔々あるところにシシドじいさんとツヤばあさんが住んでおった。二人の間に子供はなく、なんとも寂しい余生を過ごしておったんじゃ。ある日のこと、シシドじいさんは一番町にギャルズウォッチングに出かけ、街行く若い可愛い子を見ては、やっぱ若い子はええの、うちのツヤばあとはえらい違いじゃ。シシドじいさんは若い女性が大好きなエロじじいじゃった。だがそれがシシドじいさんの健康の秘訣じゃった。一方ツヤばあさんはシシドじじいがそんなことをしているとも知らず、川へと洗濯にやってきた。ツヤばあさんが洗濯をしていると、川上から大きなシャインマスカットが流れてきたので、ツヤばあはすかさず拾い上げ、これスーパーで買ったら最低3000円するやつじゃん、ラッキー。てなわけで早速うちに持ち帰り、スケベじじい、いやシシドじいさんと一緒に食べてみることにした。二人が食べようとしたその瞬間、大きなシャインマスカットは急に動き出し、小さな爆発が起こった。その爆発が収まるや否や、そこにはとても可愛らしい玉のような男の子の赤ちゃんがおった。シシドじいさんとツヤばあさんは驚いたが、うちら子供いねえし、養子にして育てればいいんじゃね？とあっさり受け入れ、名前どうする？シャインマスカットから生まれたわけだし、ブドウ太郎でよくね？この瞬間、この子の名前はブドウ太郎に決まった。ブドウ太郎はすくすく成長し、15の誕生日を迎える頃にはこんなことを言い出した。ズちゃんバちゃん、おら、マズで悪さしてるイノスズの化け物を倒すと言ってくる。その頃世間ではちょっと小馬鹿臭いイノシシの化け物が街で暴れ回り、人々を恐怖のずんどこ、違う、恐怖のどん底に叩き落としていた。そのイノシシの化け物の住処こそイノガシマである。ブドウ太郎は単身この井の頭に乗り込み、ちょっと小馬鹿臭いイノシシの化け物を倒そうというのだ。シシドじいさんもツヤばあさんもブドウ太郎の身を案じ引き止めたが、ブドウ太郎の決意は固く歌にこう読んだ。俺がやらなきゃバンババン、誰がやるのかバンババン。太郎や、これを持っておいき。ばあちゃん、これはきびだんごだね。つなう、もらいもののハギの月。こうしてブドウ太郎はもらいもののハギの月を持ち、単身井の頭へと向かうのであった。あなたはもういない。